ナンバー・愛の挑戦、夢を追いかける熱意とグローバルな覚悟、日本のエンターテインメントシーンに新風を巻き起こす。ナンバー・愛、ナンバー・愛が、元日にデビューデジタルシングル、GOT を世界に向けて発表しました。所属する、戸辺という新しい舞台に立ち、平野史洋、神宮寺勇太、岸雄太の3人が、滝沢秀明氏のもとで力強いステップを踏んでいます。この記事では、 彼らの挑戦をコミュニティの視点とイベントの社会的影響に焦点を当て、新しい視点から探っていきます。新曲、GOAT のミュージックビデオが1月18日時点で2700万回再生を超え、国内外で注目を集めていることは明白です。これは単なる音楽の挑戦以上のものであり、異国の言葉で寄せられるコメントがその証です。 平野は、たくさんの人に僕たちがやってるエンターテインメントが届いたらいいなというのはすごく思いますねと語り、グループの魅力を広めるために海外進出への意欲を示しています。取材時点ではデビュー前でありながら、岸は、海外への思いは本当に変わってないですし、より熱くなっている。僕たちを一番大切にしてくださっている日本のファンはずっと大切にして、一緒に海外に行きたいですねという意気込みを見せています。 彼らの挑戦は単なるグループのスタートに止まらず、ファンとの共有を大切にしていく姿勢が感じられます。ナンバー、愛のメンバーはお互いをリスペクトし、愛、自己満足に陥ることなくお互いを高め合う素晴らしい関係を築いています。彼らのビジュアルや音楽は高いクオリティを誇り、国内外で大いに活躍してほしいという期待が寄せられています。 これまでの活動から CD セールスに特化するだけでなく、サブスクの解禁やフル MV の公開となった楽曲の制作など、幅広いアプローチで新たな可能性に挑戦しています。ナンバー、愛、はただのアイドルグループではなく、自らの道を切り開く覚悟を持ち、その清ががしさが際立っています。他のグループが K、ポップに寄りすぎる中で、彼らは自分たちのスタイルで戦い、その姿勢が多くのファンを引き寄せています。 彼らの活動を通じて、アーティストとファンの関係に新たな発見がありました。ファンと事務所が一丸となって、彼らの夢を叶えるために考え、行動する姿勢は、アイドルとファンの絆が単なる娯楽ではなく、共に成長し、会う特別なものであることを感じさせます。ナンバー、愛の挑戦は滝沢社長の戦略と全メンバーの熱意に支えられ、すでに大きな成果を上げています。彼らの未来には、さらなる飛躍が期待され、 ファンはその一翼を担うことを嬉しく思っています。これからも彼らの夢に共感し、応援し続けたいと願っています。